エヒツェルは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベッテラウ軍に属す、マチソンである。エヒツェルは、北東はニッタ、南東はランシュタット、南はライヒエルスハイム、西から、北西はベルファースハイムと境を接している。エヒツェルは、ビンゲンハイム、ビセス、エヒツェル、ゲッテナウ、グルントシュバルハイムの各地区からなる。教会の庭に、敷石で、 マークされた古代公衆浴場の基礎壁跡数多くの出土品が紀元前5000年頃には現在のエヒツェル周辺に工場的な入植地が存在していたことを裏付けている。エヒツェルのジュピター柱現在の集落の北西端に90年頃から260年頃までローマ帝国のベッテラウリーメスの一部として1000人の兵士を収容する大きなカストラが存在していた。 教会はローマ時代の公衆浴場跡に建設された。古代の基礎壁の跡が敷石でマークされている。教会の近くには集落南部で発掘されたローマ時代のジュピター柱のレプリカがある。現存する最も古いエヒツェルに関する文献資料は782年7月28日の書類でダーソリーラと表記されている。 この村はかつて古岸へマルクに属し、その後日タ白領を経て、13世紀初めに、ツイゲンハイン白領となった。1970年12月31日に、それまで独立した町村であったグルント・シュバルハイムが、エヒツェルに合併した。1971年7月1日に、ゲッテナウがこれに加わった。ビセスは1971年10月1日に、 これに続いた。1972年8月1日に、ビンゲンハイムが合併し、一連のマチソン合併が完了した。2011年3月27日の選挙以降、エヒツェルの町議会は31議席で構成されている。2013年9月22日の選挙で、ビルフリートモックは79.9%の票を獲得して、 対立候補で1995年から町長職にあった当時現職町長,長のディーター・ミュラーを破り初当選した。この選挙の投票率は76.3%であった。モックは同年11月1日に町長調就任した。エヒツェルは修道 L3188 号線及び L3412 号線沿いに位置している。 運動計181号線は、連邦アウトバーン A45 号線のベルファースハイム、インターチェンジ近くで B455 号線に接続する。ニッタからエヒツェル、ライヒエルスハイム、バイエンハイムを経て、フリートベルクに至る列車が1時間ごとにホルロフタール鉄道を運行している。ラッシュ時には、フランクフルト中央駅までの直通列車が運行される。 公共旅客交通機関は、ラインマイン交通連盟参加の、オーバーヘッセン交通会社によって運営されている。ドイツリーメス自転車道が市内を通っている。この自転車道は、オーバーゲルマニシュレティシャーリーメス沿いに、ライン川沿いのバートへ、人間から、ドナウ川沿いのレーゲンスブルクまでを結んでおり、全長は 818km 以上に及ぶ。エヒツエル郷土博物館。 ありがとうございます。